新しく追加された6台の車の中で特に野良でよく見かける車はですね、こちら、バッカニアと申しますね。バンパー見ていきましょう。見た目が変わるところだけ見ていきます。今回ね、色がつくということですね。はい、リアバンパー色がつくということですね。はい、バンパー見ていきましょう。見た目が変わるところだけ見ていきます。今回ね、色がつくということですね。はい、リアバンパー色がつくということですね。はい、シャーシタンク、久々にタンクいじりますね。これ色がつけられます。はい、ペイントタンクメインカラーの、ピンクが入ってきましたね。これね、かっこいいですね。ほら、ね、ピンクにお尻がテカっております。かっこいいっしょ。クロームの方がかっこいいっすかね。ここ色入れた、まあクロームもね、クロームもクロームでかっこいいけどね。エンジンブロックこんな感じになっております。はい、やっぱりクロームにストライプが入るのすごいかっこいいですね。エンジンフィルターこんな感じになっております。お、これ珍しいですね。あまり見ん、あ、ごめんなさい、デフォルトだった。滑った。エンジンチューニング、これは性能面だけですね。マフラーこのようになっております。アフターバーナーがこっちの方から出てきたらかっこいいですよね。こっちにしようか。グリル、お、あ、ごめん、こっちの方がかっこいいことに気がついてしまった。標準の方がかっこいいわ、これ。ハイドロこんな感じですね。綺麗に並べられております。内装、トリムデザインこんな具合ですね。全部で13種類あります。トリムデザイン全部で13種類あります。こんな具合です。どれもかっこいいね。項目の上の方は後ろに、横一直線のね、長い黒とピンクのストライプが、ボーダーが入るんですけども、ボーダーともストライプとも言わないかな、横線が入るんですけども、下の方に、高価格帯になってくると入らなくなってくるっていう、そういう違いですね。入るか入らないかみたいな、こう、黒とピンクのね、外枠みたいな、椅子に対しても外枠が入りますね、こう。椅子の形自体が変わってくるという。ほら、椅子の形自体がもう値段によって、ずいぶん変わってきますよね。ここにも結構注目です。これ6台の車の中でも結構ユニークなデザインだと思いますね。思いましたね。自分は。こんな感じです。ね、オープンカーにするとすごく見やすいですね。デザインがね、選びやすいですね。お、ピン。あ、紫結構セクシーだな。紫結構エロいじゃん。紫の方がかっこいいかもしんないな、これ。ちょっともう一回見てみよう。紫の方がかっこいいわ。紫にしよう。ライト、ヘッドライト、今まで通りですね。なんだろう、80年代感を出すために、あえて標準にしてみました。はい。ボディペイント、こんな感じですね。なんか細かいのが多いですね。こう、細かいのが、おー、これすごい。お、レトロフレーム、あ、これすごいな。あ、これあれですね。VCS、バイスシティストーリーズ、PSP で出てたソフトですけども、自分それやってた時に、ギャングが乗ってた車に、よくこういうデザインのがありましたね。メインカラーがシルバー、確かシルバーで、かなり白に近いシルバーで、前の方、車の前の方がこういう炎の、絵柄になっていたギャングが乗ってる車あったんですけど、まあ知る人ぞ知ると思いますけど、知ってる人ぜひコメントください。コメントに高評価をしてあげます。ナンバープレートなんですけども、ここもなんだろう、バイスシティ感、80年代のこう、良さ、マイアミ感を出すために、ハワイアンチックな感じにしていきたいと思います。飾りナンバープレート。そう、ハワイアンな感じがいいんですよね。ペイントですけども、メインカラー、このように入ってきます。おお、黒かっこいい。おお、おやべえ、黒結構かっこいいな。やべえよ、どうしよう。クルーカラーから黒に塗り替えたい。あ、白もかっこいいけど。おお、紫もかっこいいな。これ結構何色でも似合うな、これ。あ、結構かっこいいな、これ。何色でもかっこいいな。ピンク見てみましょう。おお、ピンク一色。
やべえ、ピンク一色のかっこいいな。あ、乗り換えホットピンク一色にしよう。これの方がかっこいいわ。サブカラーこんな感じで入ってきます。椅子にも加わりますね。椅子にも色が入ってきます。トリムカラーこんな感じです。トリムカラーこんな感じで変わっております。はい、お分かりいただけたでしょうか。クルーエンブレムは、こんな感じで入ってきますね。ルーフ、このようになっております。結構種類が豊富です。はい、トランクこのようになっております。すごいですね、作りが一個一個違っていい、どれも違ってどれもいいみたいな。うん、ターボ、ホイール、ウィンドウ、ウィンドウ色が変わっております。一応はーい、オープンカードも一応色がつきますね。そんだけですね。以上です。はい、終了。おお、色が変わりました。クルーカラーからホットピンクになりました。かっこいい。80年代のハワイアンなマイアミ感が出ててたまらないね。なんだったらこの、なんだろう、このバックミラーのところにこう紐で吊るしたサイコロを引っ掛けておくとさらにいいんですけど。おやーべえ、この夕日たまんねえな。このなんかフロントミラーに添えて夕日を添えて見る感じ、すげえ味があるわ。そうなんですよね。あ、ほら、骸骨の目がね、もう夜になってきたんで光ってます。首が動いてます。かわいい。骸骨ってか死神ですけどもね。このバックミラーにサイコロ垂らせないので、ほんとペヨーテって車がバックミラーにサイコロ垂らせるんですけども、カスタムで。それができないからこう、シフトレバーを、サイコロにしてるっていう。分かってくれる人には分かってもらえると思う。と信じてる。うわ、この乗り方かっこいいな。この左肘を出しながら。これでタバコでも吸いながら乗れたら感動なんだけどね。あ、できんのかな？どうなんだろう、ちょっとやってみよう。タバコ。あ、さすがに、あ、アクセルを踏んだらやめちゃった。さすがに無理か。ま、ということで、自分かなりこの車気に入ってますね。バッカニア。かっこいいですね。皆さんもバッカニアどうですか？ね。以上、ビスタ自体モッドでした。バイバイ。